ワンダースクール。バンダイの川口です。今回ですね、このビルドストライクを使って初歩的な、テクニックっていうのをちょっとご紹介していきたいというふうに思います。こちらの方を見ていただいて、ガンプラ、ぜひ作ってみてください。でこちらですね、箱を開けていただくと、こういった僕ら成形品って呼んでますけども、パーツがついたランナーですね、それからあとシール、それからあとこちらの方の、説明書が入ってますので、こちらの方ちゃんと入ってるかどうか確認していただいて、海外でもガンプラ今作っていただく方結構多いので、日本語の表記がいっぱい入ってると作れないっていうことありますから。